はい、どうもこんにちは、スンダリーメンバーの大塚希穂です。今回は前回の動画に続いて漆原さんに面接官になっていただいて、ホス君の面接をお送りしたいと思います。で、漆原さんはこのウリシステムズっていう会社の最終面接官として実際にもう採用に携わってるんですよね。はい、そうなんですで、将来活躍できるか、まあ、どういう素質を持ってるかっていうのを見抜くプロということで、今回もホス君にその素質があるかを面接を通じて見てもらえればなというふうに思います。はい、じゃあもう早速ホス君、はい、面接始まるんですけど、はい、一旦その前に意気込みを。意気込みですね。はい、はい、ちょっとどんな質問が来るか全く予想できてないんですけれども、まあ多分結構先ほどお話ししてて本質というか人間性みたいなのをすごい見られるなと思ったので人間性が出せるように頑張りたいと思います。ちなみに自信はある？自信はあります。おお、じゃあお願いします。こんにちは。こんにちは。ウルシステムズの代表取締役会長の漆原と申します。皆さん、今日はお越しいただきましてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、お時間いただきまして。じゃあ最初に簡単に自己紹介していただいてよろしいですか？はい。私、名前が星翔と申します。はい、今、専修大学のネットワーク情報学部という学部に在籍しております。はい、一応その内容としては、それこそプログラミングみたいなのもすごい全部広く触ったりして。ああ、いいですね。はい、で、はい、ちょっと例えば Vue.js だったりとか、はいはい、Python だったりも少しだけ触ったりとかする、結構おすすめの学部です。いいです。はい、ここおすすめ学部でして、はい、で、あとメインですとプロジェクションマッピングみたいなところも少しだけ。おお、なんかでかいものがこうそうなんですよ、プロジェクターでやるやつですね。はい、本当はやりたかったんですけど、タイミング、ちょうどコロナ始まったタイミングで結局小規模でオンラインで配信するみたいになってしまったんですけれども、そちらもやらせていただいてました。楽しそうですね。はい、めちゃくちゃ楽しいです。はい、はい、で、一応僕部活動を中学校から大学までずっとやらせていただいておりまして、はい、まあ、高校で一回ちょっと挫折みたいなものを味わって、一回やめようかなっていうふうに思ったんですけど、はい、何の部活なんですか？あ、ハンドボール。ハンドボール。はい。うわ、すごいですね。やってました。ありがとうございます。はい、ハンドボール一応やらせていただいてまして、いろいろ責任のある立場だったりもやらせていただいたんですけど、うん、まあ、そのなんかなかなかうまくいかなかったことがありまして、まあ、高校でやめようとは思ったんですけれども、大学でも納得いって終わりたいというところがあったので、大学でも続けさせていただいて、最後は納得いって終わることができました。おお、いいですね。よかったです、そこは本当に。はい、今はじゃあそのハンドボールとしては卒業した感じなんですか？そうですね、ハンドボールとしてはもう卒業させていただきました。いや、でもいいですね。あ、突き詰めていろいろやられる感じですかね。はい、ありがとうございます。そう言っていただけますね。ありがとうございます。はい、はい、ちょっとぜひこちらからも聞かせていただければと思うんですけど、はい、そもそもこのウルシステムズっていう会社をどうやって見つけたんですか？あ、そうですね、はい、まあ、きっかけとしては正直、はい、口コミサイトみたいなところになってきちゃうしまうんですけれども、はいはい、まあ、すごい評価、なんかその IT 企業っていうところを見ていて、はい、でその時に一定なんか評価が高くて、かつなんかその何ですかね、実際20代の成長環境というかっていうところがすごい評価が高いっていう数字が出ていて、少し興味を持ったっていうところ。あとはそこに加えて、僕の知人が実際にその漆原さんの会社様のことをご存じしていて、ちょっと興味を持って一回受けさせていただいたっていうのがきっかけでございます。あ、そうなんですね。はい、いや、ありがとうございます。こちらこそ。全然うちなんてね、知名度ある意味ないんで、いやいやいや、よっぽど探さないといけないはずなんですけれども、ただまあその僕の知人がすごいなんかやっぱいい会社っていうところすごい言ってくださってたので、なかなか数字だったりなかなかまあ一つの意見として取り入れるべきだなと思うんですけれども、そこに加えて僕の知人もすごいいい会社だよっていうところをおっしゃっていたので、なので僕もちょっと受けてみたいなというふうに思いました。それはありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。そうですか。いや、その大学時代いろいろハンドボールもやったりとか、はい、そのプログラミングですか、はい、もやられてるってことなんですけど、一番没頭したのって何なんですか？ああ、一番没頭したので言うと、はい、大学ではなくなってしまうんですけれども、はい、やはり高校のハンドボール部かなと。ハンドボール、はい、なんか先ほど挫折したっていうおっしゃったのも高校のハンドボール。あ、はい、おっしゃる通りです。はい、何があったんですか一体？いや、挫折なんですけれども、はい、その高校で初めてキャプテンみたいな立場をやらせていただいて、はい、その時に部員が60名から70名ほどいたんですね。はい、それがハンドボールだと結構多いというか、東京で一番多かったんですけれど、その時に僕がすごいやっぱ勝ちたいって思いがすごい先行してしまって、だから僕だけすごい頑張ってしまったことがあって、ただハンドボールって少しマイナーなので、高校から始めた人だったりとか、その別にハンドボール好きだけど勝ちたいわけじゃないみたいな人がいっぱいたくさんいらっしゃって、
その時なんか自分だけすごい勝ちたい勝ちたいになっちゃう、なんでみんな頑張ってくれないんだみたいになってしまって、そう帰りが生まれてしまった。で結果としてチームとしても勝つことができなかったっていうところがありました。あ、なるほど。なかなかその チームの中でうまく、はい、それがすごいチームワーキングできなかった。できなかったんですね。そうですか。ご自身はどういうタイプの人だと思われますか、あるいはご友人から言われるんですか。あ、そうですね、そこで言うとちょっと話が逸れてしまうかもしれないんですけれど、はい、結構素直とは一応言われてはいて、はい、その騙されやすい、そうともそう言われるんですけれども、はい、まあ、それこそ素直っていうところがあって、まあ、そのやっぱ言われたことっていうのを一回やってみたり、はい、やってみてダメだったらダメで、うまくいったらうまくいくみたいなところ、はい、で一回試してみてやるっていうところでしたりとか、あの、まあ、その実際にすごい吸収力早いよねみたいなところをすごい言っていただけて、うん、すぐ成長していくねみたいなところは言っていただいてはいます。でもその素直っていう部分がちょっと悪いところで出ると、例えばそのさっきのところで言うと勝ちたいみたいにすごいなってしまった時にすごいそこだけに行ってしまったりするんですよね。すごい周りが見えなくなってしまって、その時がすごいやっぱ反省点として今でもすごい気をつけている部分であるので、そこは今後も気をつけて、まあ、でも素直っていうところを忘れずに生きていこうと思ってます。なるほど。いや、周りの意見を結構取り入れるタイプなんですか、それとも自分の意思で進むタイプ、 どういう感じですか。そうですね、そこで言うとなんかどちらかというと周りの意見は取り入れてみて、それは一回やりきりたいタイプではあって、あの周りの意見全部取り入れてしまうとなかなか全部やってみたい全部やってみたいってなってしまって、結局なんか何もやってないみたいな状態になってしまうので、一回取り入れてここは一回やりきろうと思ったらそこは一回やりきるっていうところで、その間にいろいろ情報を得た中で、あ、じゃあ次はこれやってみたら面白そうだなっていうところをまたキャッチアップしたことをやっていく、で一回やりきってみるっていうところができているかなとは思います。な、自分のやりたいって思ったのと周りの意見が違った場合はどうしてるの。あ、そうですね、その時はやっぱり一回やってみるっていうのはいいと思っていて、うん、なんか全部取ってしまうとあれなんですけど、例えばじゃあ自分の尊敬している人がやってみてってちょっと違うなと思っても、この人がいいなら一回やってみようかって、でやってみた時に違うのであれば、まあ、違うなって言ってもそこで終わりにしてしまいますけれど、いいなと思うことも実際にあったので、なので実際一回取り入れてみようとは思っております。なるほどね。なかなかいいですね、素直に聞くし、でも意思を持って進んでるっていう、はい、そういうタイプですかね。できる限りやってます、はい、ただやっぱ苦手なことあったりして挫折したりしてあーってなってしまった時もあることはあります。いやいや、素晴らしく人間チックでいいとはありがとうございます。はい、どうですか、分かりました。でこれから先の就職という面ではその IT 業界あるいはエンジニアっていうのを目指されてるんですか。そうですね、エンジニアに少し寄っているというか、はい、まあ、IT 業界を見ているっていうところが、はい、あの正確になってきますね。IT 業界の場合、確かにすごい広いんですけど、まあ、開発をやったり、ものを作ったりとかありますよね、うん、コンサルティングしたりとか、はい、どういう仕事をしたくて、その理由は何ですか。ありがとうございます。そうですね、そこに関しては正直そこまで絞っていないっていうところが一定あるはありまして、なんか僕が実際に企業行くときに見ているのが、まあ、IT 企業であるっていうところと、まあ、挑戦できる環境が一定あるっていうところと、あとはその使っているプロダクトが自分がすごいいいなって思えるプロダクトであるっていうところがあります。でただその軸に当てはまってさえいれば、僕は多分本気でやりきって結果を出すところにちゃんと思いっきりできるっていうところがあるので、その実際にエンジニアであろうが、その実際にその例えば SIer だとしても、まあ、そのマーケターだとしても、そっち系であれば自分が多分活躍できるなって思いがあるので、あとは職種は決まったらそこでしっかりやりきって結果を出すところに注力しようと思ってます。何にでもなれるんで、いい感じで俺を活躍させてみろっていうタイプですかね。あ、そうですね、そこで言うと、まあ、その実際そちらでも全く問題ないんですけど、一番ベストなところで言うと、実際にいろいろ経験していく中でやっぱ自分に合ってる職種っていうのが見つけられたらいいなというふうには思ってます。わかりました、ありがとうございます。そうですか。今回、はい、システムズにご関心いただいている理由とか、はい、あれは期待があれば伺えればと思います。はい、ありがとうございます。まあ、そこで言うと、まあ、やはり軸に当てはまってるっていうところが言ってあるかなとは思っていて、まあ、やはり IT 業界っていう部分であったりとか、まあ、実際に挑戦できる環境っていうところ、最新技術をそう取り入れていくっていうその姿勢であったりとか、あとは加えてそのプロダクトっていうところが、まあ、実際にソリューションみたいなところにはなってくると思うんですけれども、例えば一つ SIR を挙げるとすると、技術力はないけれどすごい営業だけしてきてます。その案件を取ってきて、ただそれを例えば別のパートナーさんにやっていただくってなってしまったりだとか、あと逆にあるのが、例えばじゃあ IT コンサルタントとかなってくる、まあ、ちょっと近いですけど、まあ、技術あって、まあ、そう言うは言うけどサービス実際に作ることはできない、
他にあるとしたら、ただサービスは作ることができるけど、例えばその企業がどうするべきかだったりとか、何をするべきかっていうところまで入っていけないっていう、特化してるなっていうふうに思ったんですけれども、本社であれば、実際に技術力をしっかりキャッチアップして、技術力のある人が自分自身がそれでコミュニケーション能力を持って提案することができるからこそ、本質的なソリューションっていうところが、まあ、提供できるのではないかと考えまして、御社の方を志望させていただいております。わかりました。はい。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうだった？いや、でもね、怖かったね。ずっと目を見られるから、耳を泳いだので、目を泳いでしまって。自信はある？いや、めっちゃ気あるな。ある？めっちゃ気ある。全力でやりました。お疲れ様です。じゃあもう早速、こちらの方で結果発表に移りたいと思うんですけど、はい、漆原さんが、星くんと将来一緒に働きたいかという視点で、判断いただければなというふうに思います。はい、実際、はい、の回答は、はい、いや全くいらないですよね。今後この人活躍しそうだなみたいに思う人は、未来を明るく考えてるやつが若いやつ、